AI にゆっくり実況を作らせた。AI にゆっくり実況を。今現在何かと話題な AI 元 AI サービス。最近だとイラストを生成できるサービスなんかも出てきてるよな。まあ賛否両論あるみたいですね。私自身もいいか悪いかは置いといて、そういう時代かと感じている次第でありますよ。浅めの感想をお持ちのようで。でもいろいろな問題を解決できた時、何かしらの便利な使い方が生まれることは間違いないですよね。すごく抽象的に話してるけど言いたいことはわかる。そして私はこうも思った。私も何かしらの AI の力を使って楽したいなぁ。おっとこれはゆっくりたいだ。そんな時私の頭にこんなことがよぎってしまったのです。 AI にゆっくり実況作らせればいいんじゃね。たどり着いちゃったわけだ。皆さんはゆっくりというものに対してどういったイメージを抱えていますか？商標登録。一番最初にそれが出てくるの嫌だな。あ、わかった。政治のことに対するゆっくり解説。なんでそんな触れづらいイメージばっかり。まあ皆さんがどんなイメージを持ってるかは別に自由でいいんですけど、ゆっくり実況は制作が意外と大変なんですよ。まあそういうイメージも多少はあるな。知り合いのゆっくり実況者100人に聞いた。ゆっくり実況の編集は大変。こちらのアンケートの結果、大変と答えた人が 2300%。 絶対聞いてないなこれ。なぜ大変なのか私なりに考えてみました。そしてある結論にたどり着いてしまったのです。セリフをすべて考えなくてはならないからだ。結論はこれだったみたいです。それなら AI にセリフ考えさせればいいじゃーん、というのが今回の動画です。長めの導入が今終わりました。ということで早速 AI にセリフを考えてもらいましょう。ここの文章を変更することによってその文章の続きを AI が考えてくれるんだよね。とりあえず今回はお試しということで、こういう文章から考えてもらおうかな。はいどうもゆっくり霊夢です。ゆっくり実況の定番挨拶だな。ここから生まれる文章の精度によってはこのまま使えて楽なんだよな。さあ頼んだぞ AI、 最高のセリフを考えてくれ。そして私に楽をさせてくれ。行動理念だけは改めた方がいいな。お、生成された。はいどうもゆっくり霊夢です。この動画は私とゆっくりの日常をただ淡々とお送りするだけのものです。おっとこれ大丈夫そう。過度な期待はしないでくださいね。それでは今回紹介するゆっくりを紹介しましょうか。霊夢、私が飼っているゆっくりです。え、こいつは私が一人暮らしを始める際に、これが今回生成された文章ですね。いやこの文章のままだとこういうことになっちゃうよね。そういうことになっちゃいますね。ダメじゃねえか。このままだと狂気じみたゆっくり実況になっちまうぞ。私とペット霊夢の淡々とした日常の動画ダメ？ダメに決まってんだろアホか。マリサが怒っているので具体的な情報を追加しました。なるほど、マインクラフトの実況をしてる体にするのか。こうすることによって生成された文章は、はいどうもゆっくり霊夢です。今回はマインクラフトを実況していきます。さてまずは何をしましょうか。そうですね、じゃあまずは木を切り倒しましょう。ここのツルハシで壊せるかな。やったー、壊れました。それでは早速木材を集めていきましょう。おや、そこにこれが生成された文章ですね。どうですか、さっきと違ってどうにか形になりそうでしょう。まあところどころ突っ込みたいところはあるが、さっきに比べるとだいぶな。あとはこの文章に合うようにマインクラフトの収録を行えば完璧ですね。映像が後から収録される実況動画、斬新すぎる。ということで AI にセリフを考えさせたマインクラフトゆっくり実況楽しんでいってくださいね。それじゃあ本編どうぞ。あ、マリサはその映像に自由に突っ込んでいいからね。オッケーわかった。いや私の負担で書くね。はいどうもゆっくり霊夢です。今回はマインクラフトを実況していきます。さてまず何をしましょうか。そうですね、じゃあまず木を切り倒しましょう。実況動画だし溶岩とかにも触れていいと思うんだけど、そこんとこ AI 君はどう思う。 AI は私の声には反応してくれないみたいです。ここのツルハシで壊せるかな。やったー、壊せました。それでは早速木材を集めていきましょう。ツルハシで壊すの。キュアオノで取るべきだと思うけど。まあそうだよね、 AI がツルハシで取るべきだって考えたんだもんね。ならこれでいいのか。もう実況動画としては不安だけど。おや、そこにいるのはリスさんじゃないですか。こんにちは。リスなんていないけど、いないものに対して挨拶するのはやばいって霊夢。なんだ急にコマンドなんか打ち始めて。これでこの状況をどうにかできるっていうのか。探してる。必死こいてクリエイティブでリスのスポーンエッグを探してる。 AI がリスだなんて言い始めたばっかりに。しかしリスなんてモブは存在しないぞ。どうするんだ霊夢。おもむろにロバのスポーンエッグを取り出したが、まさかそこにいるのはリスさんじゃないですか。こんにちは。やりやがったー。リスがいないからってロバをリスの代わりにしやがったー。もうダメだろこれ。 AI にゆっくり実況を作らせるのは失敗だよ。ちょっと木材集めを手伝ってくれませんかね。おう、手伝ってくれるんですね、ありがとうございます。もう怖いよ、一体何を見せられてるんだよ私と視聴者さんは。では私は木を切るんで、リスさんはその辺の石を集めてください。リスに石集めを任せんな。あいつチビの代表格みたいな動物だろうが。はい、お願いします。よっこらショット。ふう、疲れたなー。リスさんもお疲れ様です。めちゃくちゃ作業シーンカットするじゃん。あれ、リスさんが見当たらないな。リスさんいたって。ほら目の前にいたよ。まあお前の言うリスがロバだったらの話だけど。まあいっか。よし、それじゃあ建築を始めていきましょう。急に建築始めようとしてるし。まあでもそうだよね、建築はマインクラフトの花形だもんね。まず土台を作っていきます。ほいっと、はい完成。次は屋根を作ります。とここまで一旦 AI に考えてもらったんだけど、今のところどうかな。全然ダメ。え、ダメに
まってんだろこんなん。細かいところにいろいろ文句言いたいけどなんだ途中のリスのくだり。架空のリスと戯れんな。現実としっかり向き合えな。なるほどな。でももうちょっとで家を建築できそうだしそこまでは見守ってよ。いい感じになるように文章も軌道修正するしさ。仕方ないな。じゃあさっさと軌道修正しようぜ。思えば最初から AI に任せっきりってのも良くなかったよな。 AI の道しるべは私ら人間がしてあげないと。 B 級 AI 映画の終盤セリフかなんかですか。誰が B 級 AI 映画の終盤セリフ。マリサじゃ。よしじゃあ軌道修正できそうな文章も完成したからこれでいこうか。本当にこれで修正できてんのか。大丈夫です。私を信じてくださいマリサ。おっと生成されたみたいですね。てこれはこんにちはゆっくり霊夢です。今回はマインクラフトの家に屋根をつけていこうと思います。こういうのは日が出てる時に撮影しろ。それではスタート。え、なに ?1 時間後この動画そういう演出もいけんの。やっとできたー。結構かかったな。そう、この作業に1時間もかかってしまったのだ。まずは家を建ててみたのだが、どうやら家はブロックでできているらしい。そしてブロックを積めば建てれる。待て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 ー、どうした。急に動画のテイスト変わってわけわかんないこと言ってたけど。だって AI がそういう文章提案してきたんだもん。風呂敷の畳み方雑すぎんだろ。家を建ててみたのだが、どうやら家はブロックでできているらしい。そらマインクラフトだからな。ブロックを圧倒的な主題としたゲームだからな。あとはなんだ、ブロックを積めば建てれる。そらマインクラフトだからな。建てれますよ、ブロックを積みさえすりゃね。だってマインクラフトなのだもの。それをなんだ確信に迫ったかのような言い方をしやがってからに。情けないわこんな動画。ちょっとマリサ、AI にそんなに真面目になって怒らなくても。そのスタンスで慰めてくるのやめろ。私が恥ずかしいやつみたいだろ。まあ AI にキレてるという点に関してはうるせえよ。あれなの、シリに対しても、ヘイシリ、役立たずだから死んでとか言ってるタイプ。言ってねえよ。そんな恥ずかしダサいタイプだと私を誤認するな。 OK Google、 Yahoo Japan を開いて。競合他社のページを開かされて恥ずかしいね。 Google 君じゃないのよ。あれくさ、踊り狂って死んで。ひそか。そんでお前、この動画のオチはどうすんの。あーなんだそんなことか。私はてっきりこの映画絶妙にダサい理由を聞いてくるかと思ったよ。なんでそんなことを朗々と自信で言えるの。この動画のオチなんて簡単ですよ。それも AI に考えさせればいいじゃない。おっとすみません皆さん、うちの相方は天才だったみたいです。えってんえってん。よーし、じゃあ今回の動画のオチを決めてくれー。なんで平成のゲーム実況者っぽい挨拶から始めようとしてんの。そこは別にどうだっていいのよ。さてさて AI がどんな答えを出すのか気になりますねー。そりゃあもう面白ギャグとかそういうのでしょうよ。お、出たね。これ本当に大丈夫そう。まあやってみるしかないんだぜ。ゆっくりたちが次回の予告してみたよー。カオスな人形劇を披露。ゆっくり霊夢だよー。ゆっくりマリサだぜー。それでは次回もゆっくりしていってね。正気じゃねえだろこんなん。これじゃどんな動画も落ちねえよ。もう AI にゆっくり実況を作らせるのはコリゴリだよー。チャンネル登録よろしくね。